ミントは泣くと可愛いタイプだったんですよ。出会うところから主人公の運命が大きく変わっていくんですけど、ストーリーはシリアスでもキャラクターは可愛く、キャラクターが可愛いで頭身も低いがゆえに別の残酷さが、シリアスさ、奥深さ、それぞれの正義、ラスボスの最大の力に対してこれで防ぐ。はい、皆様こんばんは。司会を務めます串田理子と申します。12月15日生まれ、テイルズオブシリーズと同じ誕生日のゲームライターです。そしてすごいつかみで面白いこと言われちゃいましたけれども、はい、皆様こんばんは。テイルズオブシリーズ IP 総合プロデューサーを務めます富澤祐介です。誕生日は2月26日です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さて、いくつもの革新的な要素が盛り込まれてね、それが特徴となってこのテイルズオブシリーズ、レジェンド的なシリーズになったわけなんですけれども、一体その秘密っていうのはどこから確立されたものなのか、そういうことをですね、今回レジェンドクリエイターの皆様と一緒に、解き明かしていきたいと思います。それでは早速出演者の紹介をお願いいたします。はい、それでは、今回4名のレジェンドの方にお集まりいただいておりますので、手前の方から、はいはい、ご紹介いたします。はい、まずは岡本さん、あ、お願いいたします。よろしくお願いします。すでに引退しているレジェンドです。開発一筋なんですけども、なんかもうすでに初めては40年ぐらい前だから、記憶おぼろげですが、今日は頑張って関わりたいと思います。はい、まずは岡本さんですね。もう本当にレジェンドといいますか、もうナムコのレジェンドと呼んでもいいくらい、はい、そうですね、はい、アーケードゲームの頃から、はい、そうですね、いわゆるゼビウスとかワルキューレとかボールポジションとか、ご存知です、ね、名前を出し始めるとそれだけで終わってしまうレジェンドなんですが、今日はテイルズ一からちょっと語っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、続きましてじゃあお隣ですね、吉住誠さん、はい、お願いいたします。吉住と申します。まあ、新さんと違ってですね、どちらかというといろんな仕事をテイルズに関わる仕事をずっと関わってきたって、一番最初はプロモーションをやっていて、まあ、販売とかプロモーションでやっていて、その後、まあ、開発の現場でプロデューサー的な役割をやったりしまして、今ちょっとですね、趣味でもないんですけども、違うアングルからエンターテインメントを見つめようと思いまして、パチンコパチスロの方をやっておりますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉住さんとはもうちょっと上司部下の関係も結構長かったので、そうね、そうですね、その当時は僕テイルズは担当してなかったですけど、全然ね、なんかそういう目で僕は吉住さんの活躍を見ながら今に至るわけですが、今日はテイルズの話ということでよろしくお願いします。はい、続いては、はい、樋口さん、よろしくお願いします。はい、はい、バンダイナムコスタジオ樋口と申します。なんかちょっと微妙になんかレジェンドというか現役のつもりなので、ちょっと全然こそばゆい、新さんと同じところに座ってるのかな、ちょっと非常にこそばゆいというか、ね、ミスターナムコの一人一緒に座ってるのもちょっとこそばゆいんですけど、テイルズオブでは、まあ、主にディレクションですかね、その、パブリッシュサイドのディレクションや、あとは制作のプロデュースを、やらせていただきましたね。本数で言ったら 5本ぐらいかな、もっとかな、はい、今日なるべく楽しいこと言えるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう樋口さん、本当中期以降に、ね、たくさん名作をこうディレクションプロデュースされていたので、そういった話もたくさん聞ければと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして最後、今回は宇藤達さんに来ていただいております。自己紹介お願いいたします。バンダイナムコスタジオ宇藤達郎です。テイルズでは、もう基本プログラマーから参加しまして、マッププログラムから始め、まあ、途中からバトルプログラムとして主にさまざまなものに関わらせていただいた感じですね。はい、現在までプログラムも企画もやってらっしゃる。そうですね、途中から企画の方の比重多くなってきましたけど、まあ、結構プログラムの方で、まあ、どちらかというと他の方々にいろいろ言われて、って言いながらなんとか頑張ったっていう方ですね。だから毛色が違う形で、プログラム主導っていう話も聞きますよね。テイルズオブですか。はい、まあ、だからリニアモーションバトルの、ね、部分はやっぱり宇藤さんが、うん、そうですね、なのでファンの方々にはもうバトルといえば宇藤さんっていうイメージがやっぱり今日もあると思うので、
たくさんね質問もファンからもいただいているのでどんどん投げていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というこう多彩な4名のレジェンドの方々を今回お招きして始めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。まずはテーマに沿ってやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは最初の話題に参りましょう。こちらからかな。よいしょ。ストーリー、ストーリー、これは皆さん想像もしなかったんじゃないですか。そんなことない。想像できるけど面白いかもしれない。まさかストーリーからいくと。まさかのストーリー。はい、というわけでですね、まあ、テイルズ・オブにとってシリーズとしてやはりキャラクターを通じたストーリー展開っていうのはもう最もファンの方々から毎作望まれるところにもうなってるわけですけれど、まあ、この特徴的なストーリーを本当に毎回どうやって作り上げてきたのか、また継承してきたのか、すごく僕自身も気になるテーマなので、ぜひちょっと一から聞いてみていきたいなと思っております。はい、では初めにですね、テイルズ・オブ・ファンタジアから関わっていらっしゃる岡本慎一郎様から、質問していきたいと思います。シリーズにね富澤さんが生み出した新たなキャッチコピー、はい、あの出会いが世界を変えたんだ、はい、あれなんとなく共通の全作品に共通性があるというか。そうですね、いきなり僕に振られると思いませんでしたけどもまさに25周年ということでシリーズを通してのキャッチコピーってなかなかなかったので悩みまして、 でもやっぱりこのキャラクターとの出会いのストーリー、そこからのこう感じ取れた気持ちっていうものがやっぱこのシリーズにとって一番大事なものなんじゃないかなということを感じまして、まあ、そんなキャッチコピーを作らせていただいたんですが、まあ、各作品作られた方にとってそれがなんかしっくりきてるかどうかも僕はちょっと気になるので偉そうに言いたくはないんですけれども、そうですね、その含めてもちろんファンタジアからもこう脈々と続くキャラクター同士の出会いや別れや成長の物語っていうふうにまあ僕らは捉えてはいるんですが、岡本さんから見てまさにファンタジアスタートするにあたってストーリーについてまあどんなことをお考えになって始められましたか。ご存知の方はご存知だと思うんですけど、実はスーパーファミコンファンタジアは日本テレネットという会社からの持ち込みだったんですよ。はい、でなんかある日突然上司からなんか見せるものあるかちょっと来いって見せられて、そうするとその基板が数話に刺さってて、でそこにデモ、あの時は戦闘のデモだったかな、でそれとねもう一つすごいこれが出会いなんですけども、そのボーカルが入ってたんですよ。歌ですね、その時点ですでに、はい、ロムにね、ロムに、でそれがすっごいインパクトがあって、スーパーファミコンですからね、まだ CD ロムじゃないですからね。そうです、そうです、うん、でそっから入ってってストーリーはそのちょっと後ぐらいかな、あらすじとかキャラ設定とかが提供されてきて、はい、でそれはその日本テレネットさんと相談しながら進めていったと、うん、で最初はやっぱあらすじなんで細かいところはあんまりないんですよ。なので確かねキャラクター設定で覚えてるのが、最初ミントは泣くと可愛いタイプだったんですよ、その設定最初泣くと可愛いタイプで、あんまりそんなに言わないタイプなんですけども、ちょっとなさすがに泣くと可愛いタイプはちょっとついていけないかもと思って泣かせるわけいかないもんね、頻繁にね、うんでちょっとその修正を恋愛したら、やっぱその後のミント見ていただいたらかなり変わったんじゃないかと思います。で終盤にほらそのシリーズの代表キャラであるダウスが出てくるんですけど、はい、それが本当に決まったのは結構開発の後半で、そのあたりからその我が十億の民よというのが決まって、はい、それがそのシリーズのそのシリアスさ、奥深さ、それぞれの正義があるっていうのにつながったんじゃないかと思います。なるほど、最初からシリアスとか最初から完全懲悪があったわけではなかったんですね。そうですね、本人のシナリオ担当者の心の中にはあったのかもしれませんけども、はい、そうなんですね。でもファンタジアって結構、まあ、凝ったシナリオ運びというかその時を超えていくみたいな構造も含めてかなり作るのシナリオ作るのもなんか大変そうだなって、ゲームに落とし込むのもすごく苦労を感じていたんですけど、後半にダオスが
出来上がって開発はどうなんですか？ダオス自体言いましたよ。あ、は言ったけど。ただ最後のそのテキスト。はい、あ、なるほどなるほど。決め台詞というか。そう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 。そういったところまではないと。いやでもファンタジーは本当にさっきも言ってみたいに、そうそう、時空を超えて、でこの世界、この未来でこんなことがあって、過去でこんなことがあって、最終的にこうっていう、すごくロジカルにも難しい話じゃないですか。はい、そのあれね、岡本さんが好きだったの。いや、あの多分ナムコのスタッフ全員そういうの好きだと思うけど、確かにね、やっぱりその日本テレビの担当者が、うん、特にあれかな、プログラマー&シリーズ統括やってた五反田さんとかそういう好きなんだろうな、ね、と思います。なるほどなるほど。この方向性なんですけれども、ディスティニー以降にもあの意識して引き継いでいったような感じになってますかね。だけどあのディスティニーはどっちかと完全懲悪なんですよね。はい、割と分かりやすいですね、うん、だからそんなそれぞれの正義ってのはちょびっとあるけど、うん、どっちかとリオンの物語が多くて大人気キャラクター、うんうん、はい、やらしい言い方になっちゃうけどねでもやっぱりリオンは魅力的なキャラクターとして描きたかったですもん ね、 ね、まあかなり偶然の産物っていうところもあると思うんですよ。うん、ただそれよりもデスティニーってやっぱり設定はすごい凝ってるんですよ、はい、そのレンズとかソーディアンとか天井世界とか、はい、そこのところはその後のシリーズにも引き継がれたんだと思います。あ、なるほど。確かにあの独特の世界観というか、あの世界のシステム全ての作品にありますよね、うんうん、確かにその世界の断りをやっぱり知っていくっていう作りというのはその以降のやっぱ作品でもかなり踏襲されているところあるので、はい、本当に初期からそういったキーワードとして出ていってるんだなっていうのは。で、まあ、デスティニーの担当者とエターニは一緒なので、はいはい、なんとなく分かるでしょう。そうですね、そこがこうどんどん発展していくっていうところは確かに思いますね。あの岡本様があのその今引き継いでいったなんていうキーワードを出しましたけれども、意識してこれを継承していこうと思った、シナリオ面での何かありますか？ね、ストーリーはシリアスでもキャラクターは可愛く、うん、という感じかな。めっちゃ引き継がれてますねずっともうその一言、うんうん、重いそれがあの後の話にも出てくるかもしれませんけど、スキットフェイスチャット、うんうんうん、それもそのキャラクターは可愛くストーリーはシリアスでもっていうところに影響されている、要素でしょうかね、うん、まあ、あれですよね、キャラクターをもっと、うん、立体的に見せるっていうか、いろんな角度から見せるとか、やっぱりストーリーだけ追っていくとどうしてもこのキャラクターってどういうキャラクターなんだろう、深掘りできなくて終わっちゃうことがあるんで、はい、そこら辺をやっぱりもっといろいろこうあの場面を与えたり、あの角度を与えたりしたかったんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。それこそね、可愛らしいって、可愛らしいっていうか可愛げのあるというか、愛すべきキャラクターにしたいなっていう気持ちは強かったと思いますよね。そうね、それにスキットを打ってつける、ね、そうですね、うん、やっぱり喋らしたいし、喋らしたいっていうかいろいろ話をさせたいし、この人の好きなもの、好きなものなんだろうなとかっていうね、そういうデータもやっぱり上げたいんで、うん、そういうのを出す要素としてはスキットとかいうのはたくさんね使いましたよね、うん、あ、それちょっとさっきと関わるんですけど、喋、うんうん、るっていうね、最初ボーカル入ってたんで、はい、じゃあ戦闘中でも喋りまくろうよと言ったらなんか実はすごい難しかったらしくて実はっていうか普通に難しいでしょそれはでなんか結構サウンドドライバーをかなり改良して大変だったみたいです。すいません当時のテレネットさんへの誤りが今25年超えてありました。いやもうそうやって無理をこうやってやることによってあの新しい発見があったりするわけです。キャラクター設定からストーリーが出てきたりとか、密接にキャラクターともやっぱストーリーっていうのは関係あるんですね。やっぱり切っても切り離せないものだとは思いますね、うん、はい、うん、ところでじゃあ吉住様、うん、あの特徴的な例のジャンル名とかの話にちょっと移っていこうと思いますけれども、あれですよね、ディスティニーから、ディスティニーの時に多分運命という名の RPG 作ったと思うんですけど。そうだよね、うん、最初だからファン、あの通販の時はなかったよね、うん、そうそう、あの時にね、ちょうどだからそれこそまだプロモーションやってる時で、プロモーションのなんかすごいチーム組んでなんか売っていくんだみたいなこう勢いがあった時なんですよ。でいろんなものをこう用意して、もちろんあの CM も作りましたし、たくさん作りましたし、じゃあこの曲を D の楽曲を使ってどういうふうに出そうかとかってやったんだけど、その中でやっぱりこうなんかヘッドコピーになるみたいなのが欲しかったっていうのがちょっとありまして、あのジャンル表記がやっぱりいつも RPG RPG で書いてあってつまんなかったんで、まあ
ちょっとシャレでね、まあ、ディスニーっていう名前なので運命という名のっていうのをつけたんですけど、うん、なんかあれがなんとなく座りが良かったみたいで、その後もずっと立ってるんですよね、はい、それがシリーズの大きな特徴になってますよね。ごめんなさいね、本当にあれ毎回毎回考えるの大変だと思うんですよ。座りは当時良かったんだと思うんですけど、はい、毎作重ねていくとですね、かぶるかぶる、これタイトルかぶることはないですよ。タイトルもそうなんだけどね、タイトルもあのファンタジアがディスニーした瞬間にその後も全部変えていくことになっちゃうから、まあ、これはシリーズが続いていくと必ずあるこうね悩みではあるんですけど、まあね、ありがたい悩みではあると思います。富澤さん、これから大変ですね。結構考えてますよ。もう無理でしょ。いや、諦めない、諦めない、考えます。あの今はね、吉住様のプロモーター時代のお話聞いたと思うんですけど、その後ディレクションに移られますよね。そうですね、まあ、あの開発の現場で岡本さんと一緒になんかあの協力してやっていくっていう感じになったんですけど、はい、でもあれですね、岡本さんもさっきもあの出会いが世界を変えたんだっていうコピーについてちょっとあの話ありましたけど、やっぱりファンタジアもディスティニーも冒頭の最初 その、まあ、ミントとの出会いとか、それから、まあ、そうディムロスとの出会いとか、あそこからストーリー始まってるっていうのは多分他のやつも多分全部そうだと思うんですよ。本当に一番最初の、まあ、メリリーもそうですね、そうね、一番最初に出会うところからストーリーが、まあ、主人公の運命が大きく変わっていくんですけど、だからあれですよ、いいコピーだと思いますよ、これは。ありがとうございます。ありがとうございます。それ馴染んでる感じ。でもなんか今まさに新さんの話聞かせてもらっていて、一番最初はなんか岡本さんとロムとの出会いがなんかみたいなそういう話が始まるのかしらって思うぐらい、まあでも、ね、作り手自身もキャラクターとやっぱりこう自ら作りながらもそれを超えていくことってあるじゃないですか、うん、そういう出会いってのも実はもう25年踏まえると皆さんの中にもお気に入りのキャラクターだったりそういったところでもあの生まれてるでしょうし、まさにファンの皆さんにはもう間違いなくそういったところがストーリーとキャラクターっていうのはセットであの心の中にあるんだと思うと、まあこのキャッチコピーどうでしょうっていう感じですね。なんだこの流れ、はい、どんどん行きましょう。はい、その吉住様 そのプロデュース作品の時にですね、はい、例えばジアビスですとか、はいはいはい、ストーリーの組み立て方など何かストーリーに関するエピソードがあったら、うん、そうですね、なんか当時はまあいろいろとあのリバースとかもそうですけど、はい、なんかその時々にその世の中で起こっていることとかをなんか盛り込めないかなとか、それに、まあ、それの用をちょっと出せないかなとか、まあ、ファンタジー世界で私たちが作り上げる世界なんですけども、そこになんとなく今とこうちょっと関わるようなことを入れていって、ちょっとなんか自分ごとというか、実感として感じてほしいんじゃないかなという、そういうような作り方ができないかなとずっと考えてましたね。あ、なるほど、うん、例えば差別ですとか、うん、まあ、戦争とかね、当時、まあ、この国は、まあ、日本は戦争になってなかったけど世界中で戦争が多かったり、はい、紛争が多かったり、まあ、それこそ差別とかなんかいろんな問題が、まあ、次々起こってくるじゃないですか、はい、思い出しましたよ、その差別関係でデバッグ時に大変になったのが、うん、そうそう、それが問題になって、うん、結構修正に、あの際どいワードなどがあってということなんですね、うん、やっぱりそこをなんかどうやってあのみんなが遊んでも違和感ないように盛り込んでいくかとか、うん、その雰囲気を感じてもらうかとかっていうのは、うん、やっぱり苦労したし、でも作る方ではやっぱりそういう問題がいくつかありましたよね。これやっちゃいけないとかね。なるほどああいう世界のダイナミズムみたいなのを入れたいなって本当は思いますもんね、うん、富澤プロデューサー振られましたよ。そこで振りましたか。いやいやそういうわけじゃない、まあ、でも時代に合わせて本当にまあ、差別というかいろいろ本当に人同士の問題っていうのは、うん、やっぱ集団になればまた生まれるとか、国という単位になれば生まれるものとか、いろんな切り口はありますし、まさに時代に合わせてそういったものへの取り扱い方みたいなものも大きく変わってはきている昨今でもあるので、ゲームとしてやっぱりどれだけそのできる表現の中で攻めるかみたいなのは悩ましい時代ではあります、うんうん、ね、プレイヤーの方にこう遊んでくださる方に共感を得たいし、うん、うんうんって思ってほしいなと思うと、やっぱり今あることをどっか匂わせたりするとよりそう思っていただけるのかなって思ったりするじゃないですか、うん、そうですね、うん、まあ、本当一方的な視点で描いてもしょうがないんでってところは、うん、まあ、ある意味テイルズ・オブはずっとその両者の視点というか、うん、敵も味方も正義があるっていうのは、まあ、ある意味ちょっとこう、そうですね、先取りした視点でゲームを作ってこられたのかなって気がしますね、うん、まあ、全く絵空事ではなくね、なんとなくこう自分こうプレイヤーが主人公だったり中のキャラクターにこうちょっと感情にできるようなっていうとはずっと考えてますよね。そうですね、まあ、
逆にあえていけすかない、いけすかない主人公をこう設定してみたりっていう当時の話もあったかとは思うんですけどね。そうです、ナビスなんかそういう意味ではちょっと変わったストーリーだし、うん、そうあえて狙ってこうルークのような主人公設定もされたのかなっていうふうにも思いましたけど、あれもねちょっとそういう意味では、うん、そうですね、ちょっとこのここにあの書いたあの宮島先生がいらっしゃらないんであれですけど、あの本当にあのそれこそあのクローン人間であるとかさ、うんうんうん、そういうなんかちょっと生命の尊厳に関わるような問題がちょっと少しずつあって、これが身近に起きちゃったらとか、これを偉い人が使っちゃったらとかっていうのがやっぱあって、そこで起こりうるようなことをあのストーリーにしていくっていうのが一つテーマとしてあったので、うん、アビスさんかなりね社会派の話ですよね。そうですね、結構だから賛否両論作ってる時は僕から喋ろうかなと思ったけど、なんだろうな、ダメ、プロットの時点でダメな人はダメでしたね。そうですね、そうそうそう、聞いてると、うん、もうあのね途中でこれみんなあのコントローラー捨てちゃうんじゃないのと、ね、そうですね、やめ、プレスするのやめちゃうんじゃないのってずっと思ってたし、うんうん、ただまあそこを超えてあの遊んでくれる人にとっては絶対面白い話になるはずだっていうのは確信はありましたけどね、うんうん、なかなか勝負してましたよね、うん、だからそれ結果的にああなったから良かったですけど、うん、ダメかもって思うじゃないですか途中で、本当に作ってるストーリー作ってる最中にちょっとこれダメなんじゃないとかってバタバタしてるね。そうですよね、そう、うん、そうだったんですか、うん、樋口様はあのご自身のディレクションなさった作品ですとかあのプロデュースなさった作品で、ストーリーに関して関与などされたエピソードなどはありますでしょうか、うんうん、僕は直接やっぱり物書きじゃないので、はい、まあ、直接書くことはないんです、まあ、一番最初のテーマとかには深く、例えばベスペリアなんかは割と深く関わったんですけど、例えばその今も話してたアビスとかシンフォニアの時にプロットとかあと最初のシナリオの初稿とかでやっぱこう読んでると、なんだろうな、 あんまり言わない方なんですけど、ちょっとこれやっぱ重いきついってやっぱり思って何人かやっぱ話聞いたらやっぱそういう回答が出てくる。で当然その宮島さんに相談というかこうなんですよってやっぱり相談するんですけど、はい、やっぱりそのなんだろうな、当然か、彼女なりに理由があってそういうふうにしてあるっていうもう説明があって、そうかそういうもんかなと思って、じゃあそこは信じてそのままにしようって言ったことが大体聞いてるんで、ね、ゲームとしても そ, うなんで、それシンフォニアの時にあの確信したんで、はい、じゃあ次は何も言わないようにしようと思ったらアビスがあれだったから、はい、こことここだここだな、ま、たやったそう、ね、で結構、うん、吉見さんはあれですよね、あの割と肯定派だったじゃないですか。あ、俺はあの面白いなと思った、ね、かなり肯定派で、うん、そのルークとアッシュの関係とかも肯定なんですけど、僕は割と否定派で、あとアクゼルスの崩壊した後の、うん、まあ、まあ皆さんご存知だと思うんで、まあ、このぐらいは言ってもいいかなそこでのやり取りとかも僕はかなり否定的だったんですね、うん、でいかにどうにかして変えよう変えようと、シナリオの直接の担当じゃないけれども、うん、変えよう変えようとするんだけど、うん、やっぱりその肯定する人がやっぱりすごいエネルギーでこれがいいっていうパワーがあって、うん、もちろん宮島先生もその一人なので、じゃあそこはもう信じていこうって言ったら、まあもちろん賛否両論はあるものの、やっぱりゲームのその体験としてはかなり効いたものになってるから、あ、もうそういうもんだな、なんだなっていうふうに思ったっていう、その学びのエピソードシンフォニアのその確信した部分っていうのは一体どこなんでしょう。だからやっぱりそのやっぱりこれと、これ言ってもいいんだろうな、これってやっぱどんどん感覚を失っていく感じとか、あの感じはやっぱりすごく僕そプロットの時点でしんどかったんです。でコレットがああいうキャラクターなので、色がついていったり水木さんの声が入ったりするとだいぶ緩和されてるじゃないですか。だから一番最初 そのソリッドに事件が書いてあるのばっかり見てるとめちゃくちゃしんどいんですよやっぱり、うん、プレイしてどん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 追い詰められる感じですよね。そんな感じがしますよね。だけどやっぱりそう演技とか、まあ、ロイドもああいうキャラクターだったりするんで、まあ、そういうところでその肉付けすることによって緩和されるということを宮島さんもかなり最初から言ってて、ちょっと僕はその経験がその時まだ浅かったのでいまいち分かんなかったんですけど、後々見るとまあ大成功かなって、はいはい、すごいですよね、あれね、すごいですよね。あそこまで想像してるんだろうなと思うと、うちょっとやっぱ専門の人はすごいなってやっぱり思いますけどね、うんうん、飲み物の、まあ、詳しくはあれですね、結構やっぱり熱かったりするシーンはやっぱ忘れられないですよね、あのロイドの行動は結構えぐいなって思うし、いや本当に攻めてる、そう思うし、そしてキャラクターが可愛い、頭身も低いがゆえにこう別の残酷さが出るじゃないですか、可愛いから、まあ、そうそういう、まあね、どこまで計算してるのか、ね、結果があったのか分からないけど、うん、でも宮島先生のストーリーは毎回毎回そういう意味ではすごいトリッキーなやつが多いんですよね。まあ、ある人って一番最初はあのなんだろう、まあ、あのルークがああいう存在でアッシュがああいう存在でっていうのを初めあの
もうこのどこまで言っちゃってるか分かんないけど、ああいう設定だったのがやっぱりあの大方の、シナリオを会社の中で書いてる人間は、うんうん、これは逆でしょ、逆だろうって、うんうん、主人公がアッシュでしょっていうことをよく言ってて、うん、あの俺とまあ俺おいしいものもそうか分かんないけど、いやいやこれあルークだから面白いんだからっていう話をずっとしてて、割とこうやってこう説得してもらった覚えがあるんですけど、そういうなんかあのストーリーを書いてきてくれる作家さんですよね。まあ、宮島さんはね今もレイズ等でもご活躍いただいているので、まあ、これからも尖った作品を引き続きご協力いただければなと思っておりますが、はい、まあ、そんな形で本当にいろんなストーリーをこう紡いで、ね、来られたわけですけど、裏にはこういった陰ながらのこうバランスというか戦いもあったんですね。はい、宇藤様はまだお話いただいてないですかね。ストーリーシナリオにあの割と密接に結びついたバトルとかもありましたよね。まあそうですね、ボス戦とか、はい、ね、盛り上げたくてやったのと、まあ本当に私としてはもうほぼ全て、まあ、ラストバトルとかそういったところとか含めるともうほぼシナリオと、まあ、よりシナリオをより盛り上げるための仕込みとかは、まあ、入れましたね。まあ、基本あの自分で判断して自分で入れるので、基本それを知るのは普通にゲームやった時に皆さんが知るっていうことが多いんですけどなんか具体的にあのこれは僕が入れましたっていうアイデアとかご紹介いただけますか。まあ本当にこれ全部話して多分全部編集でカットされると思うんですけど、まあ順に説明しますけど、まあエタ、まあ、まあユーザーでまあやっぱり印象深いのはまあエターニアで、まあシナリオ的に実際にあのこの能力を手に入れてっていうところの最終決戦を、逆にあのストーリーではまあストーリー見ればちゃんと分かるんですけど、システム的にはあえて触れないでいてもらって自分でそこに気がついてやってもらう形で、まあラスボス の, あの最大の力に対してこれで防ぐっていうのを一回入れつつ、さらに一番最後に完全にノーヒントでさらにもう全員即死するっていう攻撃に対して、さらにそこを諦めずに今までの知っている知識をやればクリアできるみたいなのは完全に入れましたけど、まあ逆に言うとあのこれをどうしてくれとは言われなかったんで、あじゃあ私的にはまあこれが一番盛り上がるかなと思って。ノートリみたいなことなんですよね多分実際デバッグでプレイした人が普通に初見殺しにあって普通に死んだと思います。ひらめきが必要っていうえ、まあ、確かになんか最近だとそういうシステムはこう否定されがちかもしれないんですけど、当時はやっぱりそうい う, こうゲームとのこうなんか知恵比べみたいなところ普通にあったので、やっぱり当時の熱さっていうのはそういうところありますよね。昔ってトラップとかも今に比べるとすごい難しいですよね。ノーヒントだらけなので、うん、だから最初のエターニアのラスト戦近くはやっててびっくりしたけど楽しかったですよ、うん、そうですね。そもそもエターニアの戦闘って最初ほら初めて自由に動けるじゃないですか、はい、あれがインパクトあって、うん、もう当時からおじさんだって私についていけるかどうかすごい心配だったというなるほど、まあ、それもやっぱりこう結果すごい良かって、うん、その後の地理につながりましたからね、はい。魔法演出中にアクションゲームが継続するのは、まあ、ある種デスニーとかファンタジア見た上でここは携わるんなら何かしたいっていう、そうですよね、思ってた。そう、あの細かいところだけどあれはすごい発明なんだよね、すごいんだよ、ね、あのストーリーといってもシナリオだけでなくバトルシステム、あとトラップなどのレベルデザイン、そういうところにも関わってくるっていうことなんですね。そうですね、そこまでやっぱり全般にこのストーリーの要素をやっぱり各チームの中で共有して、俺はここを再現表現してやろうみたいな、そういった気概が多分こう作品をなんか豊かにしている、まあ、ゲームとしてのなんかこう印象を高めてるんじゃないかなっていうのは改めて皆さんから伺って、うん、思うところですね。はい、